常習的に大量の飲酒を続けると、まず脂肪肝を起こす可能性があります。脂肪肝の段階では自覚症状がなく、多くの場合は飲酒をやめれば肝臓の状態は良くなります。しかし、それでも飲酒を続けると、肝障害の末期である肝硬変になる危険性があります。また、飲酒と関連する主な循環器の病気には、心筋梗塞、心不全、高血圧、脳梗塞、脳出血、不整脈、末梢血管障害などがあります。適正飲酒をご存知ですか？厚生労働省は健康日本21の中で節度ある適度な飲酒を推奨しています。日本人においては節度ある適度な飲酒として1日平均純アルコールで 20g 程度であるとされています。このくらいの量であれば程よくお酒を楽しめるわけです。とはいえ、お酒の弱い人や女性、高齢者であれば、この基準よりも少なめと考えるべきでしょう。それでは、程よくお酒を楽しめるアルコールの種類別、20g に相当する酒量をまとめましょう。ビール 5% なら、ロング缶、1本 500ml が目安です。日本酒15度1合なら、180ml が目安です。ウイスキー43度なら、ダブル、1杯 60ml が目安です。焼酎25度なら、グラス、2分の1杯 100ml が目安です。ワイン14度なら、グラス、2杯弱 200ml が目安です。酎ハイ 7% なら、缶、1本 350ml が目安です。年齢や、性別、体重、アルコールの分解能力の違いなどにより、適量にはかなり個人差があります。どの程度のお酒で、自分がどんな状態になるかを知っておくことが大切です。自分の適量と体調を考えて、お酒を飲むようにしましょう。ご自身の肝臓を守るためにも、ぜひ参考にしてみてください。